ようございます。ハートありがとうございます。やっほーおはようございます。おはよう、お疲れ様です。ハートありがとうございます。やっほー。よし、今日はわあ、ちょっと朝早いんですけどね、メイクをしていこうと思います。そこまでしないんですけどそこまでするわけじゃないんですけど、軽くメイクをしたいと思います。おはよう。なんかさ、本当にさ、もう肌荒れがひどくて、肌荒れがもうずっとひどくてやばいのですよ。本当にひどい、やばいの。もうね、なんか何事も今過去最高なの。何においても体重もそうだし、肌荒れも過去最高なんですよ。やばくない？助けてほしい。もう本当に何事も今すべて最高記録、悪い意味で。本当良くない。本当に良くないです。本当に良くない。どうしよう、もう悲しい悲しすぎて、ニキビニキビです。前ニキビ。もうさ、ひなってここにニキビできることがもうさ定着してるの。なんかもう常になんかなくなったと思ったらまたここにできるみたいな人生です本当に。なんで？おはようございます根があるのか。確かにそうかもしれない。もう多分もう根がある本当そう、絶対そうというか絶対ある。
白そこを触る癖あるんか、あ全然多分そういうことじゃないんだよね。もう前髪とかさ、もう普通にもう多分もうそういうやつ全然触ってるとかでもなくないんですよ。全く白激白。手に限らずおでこはできやすい。確かに、まあしょうがないよね。どうしても前髪があるとさ、おでこってさ、まあ、できやすいじゃん、髪の毛で。まあ、ほんとしょうがないことだとは思うんですけどさ、どうにかしてほしいよねどうすればいいんだろう、ほんとに悲しい。みんなだいたい前髪あるからね。まあ前髪がない子でもやっぱ一番髪の毛がさ触れるところじゃん、おでこなんて。もうだからしょうがないの、しょうがないのはしょうがないんだけどさ、悲しいことに。はあ、おでこね、ひなはおでこも広いし、もうおでこは一生見せられませんおでこガチ広いんだよな。もうここのここの長さがここにあるみたいな感じそう、みんなみんなはおでこ広い人います？うん、おでこパパになんか、いやパパにだよな、おでこ広いのは多分しんろ白すぎわろたちなみに今これはね日焼け止めを塗ってるんですけど、そうもう最近は日もすごく出てきたから、外に出るときは日焼け止めを塗りたくらないとねと思って、そうそう、この間すごい鼻も日焼けしたからさ、もうめっちゃ日出てんだなと思って、めっちゃ日焼け止め塗っておきます外に出るので、うん、もう鼻を一番、この間すごい鼻だけを日焼けしたんですよ、鼻だけを日焼けしたんですよ。あの配信見てくださった方、赤くなってたの分かるかなと思うんですけど、だからもう鼻をめっちゃ塗りたく鼻、やだもう鼻焼けたくない、はい、ちょっと白いけどまあ馴染みますのでね、ムシムシ。なんかあったかいのかな今日、なんか夏みたいになるみたいな、夏みたいになるんですかね。桜が進むかな、桜が進みますかね。いやマジでさ、日焼け止めとリップしてるとなんかもう
そういうお化けみたい。口真っ赤で口真っ赤で顔白い。暖かくなるかな今日は。ね、みんなはもう結構桜さ満喫した感じ？新潟の方はまだかと思うけど、新潟じゃない方は大体もう桜結構がっつり満喫した感じなのかな。ゴールデンウィークに弥彦行きたい。お、嬉しい。行ってください。葉桜になってきてる。こっちは葉桜。へえ。すごいな。今まだ見てもいないのに。まだ見てもいないのに。本当に早いとこ早い、ね、でもこっちさいつもより遅いんだよね。だからまあ例年に比べて遅いみたいなので早く咲くといいなと思います。早く見たいな。新潟市の方はどうなんだろう。いやでもなんかいやあった気配ないな。あった気配ないですね。やばなんかめっちゃすっぴん感満載すぎて顔が面白い。ねえ来週かな。いやそんぐらいですよねきっと。いやでも咲くんかな。咲くんかな。おはようございます。これから新潟に行くと二度楽しめるからね。そうだよね。その県外の方一回もう見たけど新潟に来たらまた見れますから、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。 NGT を見に来て桜を見ていただくというのはどうでしょうか。おはようございます。新潟市昨日開花宣言した。へえー、そうなんだ。じゃあもういい感じなのか。もちろん花束ありがとうございます。この桜見たことないから行ってみたい。え、ぜひぜひぜひ。めっちゃ綺麗ですよ。駅前の桜めっちゃ綺麗。良いプランですでしょ。皆さんぜひ新潟へ。新潟県の魅力的なところは弥彦村ですね。弥彦村が一番魅力的。新潟県で一番魅力的なところはもう絶対に弥彦村。誰が何と言おうと弥彦村。いや誰が何とってかみんなが思ってるはず。この土日で一気に開花しそうね。なんかそんな
そんな雰囲気ありますよね。どんな感じかわかんないけど、そんな雰囲気がある気がする。見たいな桜。早く。おはようございます。桜の時期になると混むから、できたら平日行きたい。確かに混みますね、やっぱり桜の時期になると。やっぱ平日、休日だとやっぱどうしてもたくさんね、家族とかいますね。早起き偉い、ありがとう。ありがとう。今日はあの起きたい時間の20分前ぐらいになぜか急に目が覚めた。多分寒くて目が覚めたんかな。なんか起きたい時間の20分前ぐらいに目が覚めて、一番微妙じゃん。なんかあと1時間とかならさ、うわーあと1時間寝れるってなるけどさ、20分前に目が覚めて、まあ、めっちゃ微妙な時間と思って、なぜかすっきり目が覚めてたの。その時は20分前に目が覚めて、すっきり目が覚めて、でも私はやっぱりその20分寝るっていうことを選択したんですね。今すっきりだからこのまま起きとけばあのいいかなって思ったんだけど、やっぱり私はもうその20分寝ることを選択してしまったんですよ。そしたら起きたい時間の30分後に目を覚ましました。はい。ちなみに今日起きたかった時間は5時だったんですよ。ちょっと早いでしょう。そう、今日目を覚ましたかった時間は5時だったんですけど、結局5時半になって汗って感じです。汗。まあなんとか間に合ったのでよかったんです。あの時睡眠を選択してなかったら今頃もう今頃すごい良い朝迎えてただろうなと思いました。そう、しかも今日全然寝れなくて、なんか3時ぐらいにもうさすがに寝なきゃって思って千と千尋の音楽聴いて寝たんですけど、そう、なんか全然眠気がやっぱめっちゃやばい顔、全然眠気が来なくて3時ぐらいに寝ました。そういう時もあるよね。睡眠時間短い、そう、睡眠時間短い。でも今は結構ねすっきりしてる。睡眠時間短い割には今はすっきりしてます。よくありがとうございます。
そう、日中眠くなるやつ、もう絶対そうだよ。絶対眠くなる。あー、なんかひなってさ、メイクしてる時無駄なことしてんだよな。これ後で しなきゃいけないのに、なんか中間に入れちゃうみたいな行動しちゃう。無駄なことした今。メイクする順番決めた方がいいのかな。話しながらだってのもあるんじゃん。確かに、ありがとう。そういうことにしとく。そういうことだよ、きっと。そうだよ、ね、え、何すればいいかわかんない。なんかアイライン引きますか。何すればいいかわかんない。うん、エル君まだおねんねかな。エル君ね、でも起きてた気がする。エル君はね、ひなが起きると起きますから。かわいいでしょ。起きてた気がします。うん、朝から可愛い、ありがとう。ありがとうございます。なんか目がゴロゴロするんですね、さっきは。もう何も入ってなさそう。あ、ちなみに今日の朝配信45分までにしてもいいですか。うん、よろしくお願いします。ちょっとなんか皆さん、朝は忙しいですか、やっぱり。仕事前の、あ、でも今日土曜日か。いや、でも、関係ない方もいますよね。関係ない方の方が多いか。まあ、それぞれによると思いますけど。昨日からニアンしか勝たん。本当？ニアンの人面、人面じゃない、外面いいから。人面とってもいいニアン。仕事あってゆっくり見てます。お、お疲れ様です。お仕事。お疲れ様です。うん。仕事休みになったので暇です。お。お疲れ様です、皆さん。これから寝ます。お疲れ様。今日は休みなのでゆっくり。おー、いいですね。いいですね。ゆっくり休んでください。やっぱりね、お休み大事ですよね。仕事には。
おやすみ大事。おやすみしか勝たん。おやすみしか勝たん。今日は土曜日だけど用事があって忙しくなります。なりそう。いいですね。いいですね。忙しいのも素敵。オフも素敵。今日も涙袋爆誕させてテンション上げていきたいと思います。涙袋がなければもう生きていけないからね。涙袋でテンション上げます。爆誕。ちょっと今は違和感ありますけど、バラありがとうございます。明日のおしゃべり会のために今日働いてきます。お、頑張ってください。お仕事頑張れ。みんな頑張れてる。ありがとうございます。いやお腹が空いたよ。昨日あんなやってマカロンめっちゃ食べてた。ちゃんと食べてましたけど、やっぱ寝るとお腹はゼロですね。今ガチでラーメン食べたい。本当にラーメン食べたい今。しかも何かというとラーメン屋さんのラーメンじゃなくて、今はカップラーメンが食べたい。カップラーメン。ラーメン食べたい。お腹すいたな。涙袋爆誕しました。ほら、ひなといえばの涙袋爆誕。さあ、ラーメン屋さんのさラーメンとさカップラーメンってまた別の食べ物ですよね。今はカップラーメンが食べたい気分。そう、とてもおはようございます。やっぱ辛いやつ、うん、辛いの食べたいな。やっぱね、ラーメンは辛いに尽きる。ラーメンはね、辛くてなんぼ。
私はですよ、そんなこそんな違うわって思う方もいると思うんですけど、みんなはラーメンは辛くてこそなんです、私にとっては。もちろんね、辛くなくてもうまいけど、辛ければ辛い、いや辛ければ辛いほどは嘘。ひなもね、辛さに強いわけではないので、ね、でも辛いのが美味しい。辛いのに強ければね、辛ければ辛いほどって言いたいところなんですけど言いたいところなんですけど、私も辛さに強いかって言ったら強いわけではない、好きだけどね、辛いのは好きですね。そう、うんうん、モコタンメンではないよね、でも美味しいよね、うん、キャー、なんか何でしたっけ、あれどっか行った、あった、なんか言おうとしたの今忘れちゃった。辛さの向こうにある旨味になかなかたどり着けない。あー、きっとそれはね、多分ね、辛いの食べ過ぎてんじゃない？自分に合った辛さに出会ったらわかるよ、きっと。その辛すぎてるからきっとそう思えないだけで、自分の中で食べれる限度の辛さを食べればきっと出会えると思いますよ。それはきっと辛いものを選びすぎなんじゃないかと思います。やっぱみんなそれぞれさ、食べれる辛さは違うわけですから。うんうん、ね、みんなはさ、辛いの苦手な方もいると思うんだけど、でも食べれる辛さに出会ってほしい。やっぱね、本当にね、辛いのにはね、辛さの向こうに美味しさがあるんですよ。だから食べれる辛さにぜひ出会ってほしいです。うん、願ってます。どういうこと？みんながね、辛いの苦手で普段食べないよって方も、自分の中で食べれる辛さに出会って、その美味しさを味わえることを願ってます。そう、心から。いや、本当に美味しいってなるんよ。それを知ると、探してみてください。
この前ペヤングの激辛食べたけどマジ辛かった。いやー辛いよねペヤングの辛いやつ、わかる、めっちゃ辛い。でもねこの間なんか一人でねペヤングの激辛食べた、まあ食べきったけど辛かったです普通に辛かった。あとなんだろうな、あと5分か。でもいい感じにマスカラ以外は見て見て、これサーヤから誕生日プレゼントでもらったんです。かわいない？なんかね良い感じのラメなんですよ、すごく。めちゃめちゃ良い感じの、なんか派手にならずナチュラルにキラキラさせてくれる。ちょっと画面じゃ伝わらないかもしれないんだけど、直接見るとねナチュラルに光ってくれてます。これをね、この目頭にも塗るとね、かわいいよ。なんか中国メイクみたい。伝えたい、このかわいさ。伝えたい、このかわいさ。ちょっと顔白いな、ごめんね。わかる？この目頭のラメ感かわいない？という感じです。これにさ絶対チーク濃く入れたらめっちゃ中国メイク。こことこことここにチーク濃く入れたらもう中国メイクですやってみよう、雰囲気だけでも。でも配信だとなあんま伝わらない。それでめっちゃハイライト入れるの。近づいてきた。ちょっと顔が白すぎなのはごめんね。もう日焼け、日焼け、日焼け止め塗りすぎなの。焼けたくないがために。顔白。突っ込みどころあるぐらい顔白くない？突っ込みたいぐらい顔白くない？で、まあね、この顔の白さは時間が経つと薄くなるので、最初は濃いぐらいが、白いぐらいがちょうどいいんです。そう。だからそれはもう無視していただいて。それは無視していただいて。それでめっちゃハイライト塗る。
やば、近づいてきたよ、中国メイクに。顔しんどガチで顔白い、本当に顔が白い。あー、かわいい、ラメがかわいい。はい。中国メイク、中国メイク風メイク。はい。なんかここら辺もラメラメして。わかる。ちょっとありますか。目頭にもラメがある感じ。なんか中国メイクは結構ここら辺とかにめっちゃ細かいラメが乗ってるイメージ。あとハイライト、ハイライトとチーク、チークをほっぺと鼻と顎にめっちゃ濃いめに入れてるイメージ。やってみた。それだけ。はい、ということでそろそろ、うん、肌が白いのだけは何も言わないでて、もう注意したら薄くなるから。そうそう、うん、いや眉毛だけやりたい。ちょっと眉毛どこ行ったん。あった、ちょっと眉毛だけやらしてもらって。日焼け止め大事よね。日焼け止めマジ大事。そう、しかもひなの使ってる日焼け止めはもう普通のじゃないんですよ。普通のって別に肌そんな白くなることないじゃん。ひなの使ってるのはもう日本のじゃないので、日本のじゃないしめっちゃ強いやつなので、もうねすごい肌白くなる。でもまあ馴染むので、今はちょっと違和感あるかもだけど、まあ待ってくださいよ。待っててくださいよという感じです。なんでさ人間ここだけ毛生えてるんだろうね。なんでここだけ毛生えてんのかな。誰がそういう風にしようって決めたんだろう。いや誰がではないけどさ、なんでなんか理由あんのかな。はい、ということで、わーでもなんかぽい、 TikTok でよく見るよこういうチーク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 、ハイライトにラメ、こういう角度でこういう目線でよく TikTok で見るみたいな。伝わります。こういう、まあ、縦画面でこうやってみたいな。おもろ。
こういう感じで、TikTok のあの音楽が流れるの流れて、こう音楽慣れないわね、やっぱ私そういうのには慣れませんでした。いい雰囲気慣れましたかね。私もあの TikTok によく上がってる美女にしかもマジで美人なんですよ。めっちゃ美人なの。そう、メイクとかの問題じゃなくて、まず顔がいいんですよ。からの、あ、メイクも素敵だなみたいな。でもまずね、顔がいいんですよね、とりあえず。なんとなくわかるめっちゃなりきってる。そう、ちょっと憧れました。よし。結局なんか1時間ぐらい配信しちゃいましたはい、ということで、なんかが鳴った。え、マジで TikTok にいそう。あ、私の顔がじゃないですよ、このメイクがね私の顔がじゃないですよ、このメイクが、この中国風メイク、こういう目線でこういう目線で、でなんかめっちゃふわふわのフィルターかかってんの。めっちゃふわふわのフィルターかけてみたいな。はい、そろそろ終わりにしたいと思います。ではランキング読みます。13位小型の大型さん、ありがとうございます。12位箱押しさん、ありがとうございます。11位グリーンさん、ありがとうございます。10位韓国ペンギンさん、ありがとうございます。9位つるさん、ありがとうございます。8位ルッピーさん、ありがとうございます。7位ジャビさん、ありがとうございます。6位サバサンドさん、ありがとうございます。5位ウニニニャーシャンさん、ありがとうございます。4位トトちゃんさん、ありがとうございます。3位ユートさん、ありがとうございます。2位マシオさん、ありがとうございます。1位ケアマンさん、ありがとうございます。はい、ということで朝配信はここら辺で終わりにしたいと思います。また夜に配信します。よろしくお願いします。ではまた夜よろしくお願いします。今日も一日頑張りましょう。朝早くからありがとうございました。ありがとうございます。いってらっしゃい。またねー。